ーマ。ごめんにゃ。フェイリスが迷わせちゃったにゃ。それで、今日までは。これは賭けになるが、フェイリスパパに送る D メールの内容を変更する。じゃあ、フェイリスが最初。そういうことになる。IBN5100 が、俺の手元に戻ってくれば勝ちなんだ。フェイリスパパが死ぬ必要なんてない。ゲームの話です。だから例えば、D メールの内容をこうすれば話は早いと思う。IBN5100 を岡部凛太郎に渡すまで絶対に手放すな。でもその時期のパパは会社が傾く。フェイリスが誘拐されたと知ったらパパは何を言われても IBN5100 を売っちゃう気がするのにゃ。それは書き方次第だろう。最初の D メールに関連させてしまえば、フェイリスパパも別のレトロ PC 収集家なら、他にも売れる PC はたくさん持っていたんだろう。そんなのは結局大した額にはならないのにゃ。そこはお前には改めて言うが、これは賭けだ。もう世界線が変わっても教魔のこと覚えていられるといいにゃ。フェイリスが忘れてしまっても教魔手を握ってほしいにゃ。いいぞ送信にゃ。これは？萌え系ショップが復活している。
クイーンはあるのか。おかえりなさいませ。フィリス、よかった。ご主人様、違うよ。あのね、マユシーニャンニャンだよ。あなたはフェリスちゃんのデュエルパートナーだよね。もしかしてフェリスちゃん、この人にマユシーの、ふにゃ、教えた記憶はないけどにゃ。でもマユシーって名乗ってる時点でなんとなく想像はつくにゃ。ああ、そっか。キョウマ、キョウマ、来てくれてありがとにゃ。でもお客さんの前だ。彼氏？バカ、言っちゃダメにゃ。バイト終わったら重い。お前は何を言っているんだ。にゃにゃ、ふう、そういうことかにゃ。もう、フェリスちゃん、にゃはは、何言ってるにゃ。それよりマイリー、誰とクリスを知らないか。誰かな。ラボはどこにある。ラボ、ラブホ。キョウマ、一体どういうことにゃ。もしかして未成年にそんないかがわしいことしようなんて。キョウマ、ラブホじゃない、ラボだ。勘違いするな、バカ者。ラボ、ラボ、ラボはつまり未来ガジェット研究所といって。なあマイリー、知ってるだろ、未来ガジェット研究所だ。マユシーはわからん。そもそもさっきからなんでそんなにマユシーばっかに話しかけて。そういうことするご主人様にはお帰り願ってるにゃ。すまない。ダル、ここにいたのか。君さ、フェイリスタンのなんなん。何？どっかで見たことある顔なんだよな。どこだっけ。あ、そんなことどうでもよくて、とにかく君ってフェイリスタンになれなれしくね。調子に乗ってね。リア充か、リア充なんか。おい、ダル、一体何を。俺とお前は初対面か。当たり前じゃん。君この店来るの初めてしょ。常連の僕はいつも他の客の顔もチェックしてるんで。いや、結構来る方だと思うが。この味は嘘をついている味だぜ。舐めてもいないくせになぜわかる。つうか質問に答えろよ。君フェイリスタンのなんなん。俺はもっと具体的に聞くべき。じゃあ質問その
パパ？パパは今日もお仕事に行ったにゃ。それ。お前のパパは生きているんだな。失礼だにゃ。パパを勝手に殺さないでほしいにゃ。今日の今日のはなんだか変にゃ。どうしたのかにゃ。いや。で、俺とお前は恋人同士というのは間違いないのか？え？もしかしてジョーマン、フェイリスとのことは遊びだったのかにゃ？ひどいにゃ、順調…な…どこにも連れてなんて行かせない。今日な、何急に病なオーラを出してるにゃん。今はなあ、フェイリス、今の俺は記憶喪失。さすが世界を股にかけるマッドサイエンティストにゃ。機関に狙う。実は京馬は盗まれた核兵器の居場所を知ってるから、機関はその気を。京馬？はぁ、あ、そんな京馬？だから今日の今日のは変だったのにゃ。大変にゃ。いつから？世界線を移動してきたせい。俺はいわば時空の漂流者なんだ。ふざけてる場合じゃないにゃ。今は知り…俺は一言も嘘は言っていない。お前ならわかるだろ。そう…な。本当に覚えてないのかにゃ。セイリスとキョウマはライネットの大会で知り合ったにゃ。秋葉の小さなショップでやっていた大会だった。もしなくていい。見ているだけ頼めるか。何が何だか。でも。セイリスは
京馬のこと好きだから、大好きだから信じるにゃ。京馬のことありがとう。京馬？寝ちゃん？ああ。少し、休ませてくれ。さて、次のターン。ちょっと早いが、ターミナ。どうするかは京馬次第にゃ。待て、ちょっと待て。この程度の危機、俺の灰色の脳細胞にかかれば、よし、せっかくだ。そうきたのかにゃ。でもフェイリスは二重三重の策を打ってあるにゃ。なんだと？これで氷魔側のサーバーは丸裸にゃ。ターミナルカードを使ってじわじわ攻め落としていくにゃ。げまた負けた。これで19戦19敗。京馬、来年、今まで京馬が記憶喪失だにゃんて、あんまりここまで下手っぴになってるにゃんて。京馬はフェイリスの、まあほとんどといえばにゃー。じゃあ今の、うん、こうなったら体でお前、まさか、それもありにゃ。落ち着け。初めてならば、体は思い出しようがないだろうが。京馬、にゃおー。パパもママも、お仕事で海外に行っちゃったにゃ。つまり、この広い家に、どうするにゃ。記憶がなくても、生前、お前が言うな、猫娘。今日のねえねえ、今日のー。
フェイリス。思い出が消えるのって。自分の知ってる人が、自分だけが、思い出が消える前のことを引き、その思い出を、こんな中途半端に覚えてるなら、いっそ、綺麗さっぱりフェイリスの思い出も消してもらいたいくらいにゃ。だが、それは、俺自身が。選んだ。はあ。それに、正直なことを言えば、俺はフェイリスがいてくれて、俺は、お前が恋人でいてくれて。キョーマ。この世界線で、フェイリスが一緒にいてくれたから、これからも。記憶はきっと、これからもう一度。キョーマ、フェイリスの猫耳、外してほしいにゃ。ねえ、ルミホって呼んで。ルミホ。キスしてくれる？あなたはね、私の王子様なんだよ。あれからも。ああ。